ほうや、ほうほうほう。魔物たちは風の魚の目覚めを恐れておる。魔物の力は現実じゃ。いずれ島中を支配し、邪魔なものを消すじゃろう。それも時間の問題じゃ。山の塔へ向かいなされ、鳥のごとく羽ばたいてな。ほうほうほう。ほうほうほう。あと二つ。でもさ、わからんかった、どういこう。え、右下取れてないんだが、またこれ今度来たらいいんかな。わからんな、あそこな。また今度ここは来ましょう、じゃあ。ボムとかもねえしな。ふいふいと。間違えた。ここどこよ。上行ったらいけるか。いた。よし、一回いつものように戻りましょう。いや、真上に行きましょう。まずマップ目をね。あとこことかさ、埋まってないところ。あ、行けないのか、そういえば。まあまあ、行ける範囲のところ行ってこ。で、わらしべの鱗も未だに分かってないしな。あ、でもあれか。ボス倒したから、もしかしたら、新しい情報になってるかもしんないけど、けどってなんだ。そういうのも含めて、で、人魚姫の像も未だに行けてないから、フックショットゲットしたし、で、なんだっけ。そうか、フックショット、フックショットじゃない、パワーブレスがさ、レベル2になったんでしょ。ってことはさ、このさ、盾とさ、ソード、剣もレベル2になるってことだよね、これね。レベル1って書いてるからさ、そういうこっちゃね。まあ、この辺も含めて、いろいろやっていきましょう。ここはなんもないんだよね。あ、そうか、ここはあれだ。行っても意味ないとこだ。こっちか。ほうほうほうや、ほうほうほう。ほうほう、これより道のりはさらに険しくなるじゃろう。残りはわずか、東と西の山の両翼にある。ははは。まずは東の塔を目指すのじゃ。すべては坊やにかかっておる。風の魚の目覚めは近づいておるぞ。ほうほう。なんかこんだけさ、喋ってくるとさ、逆にさ、あのフクロウさんが怪しく見えるよね。そうそう、逆に怪しくなる、あの見える説。さてと、オッケー。あそこも気になるんだけどな。あ、これあそこいけるんじゃない？フックショット。そうだそうだ、これでいけた。ルピーいらない。ルピーはもういらない。マジか。ルピーはもういらんね。あれ、これか。こうか、なるほど。
よし、OK。ジャバジャバと。OK。そこは意味ないのか。反対側か？あー、テクタイトがいるのか。テクタイトがいる。あそこも多分ルピーやろうけど、開けに行くかじゃあ。多分ルピーやけど。上やね、ここか。いいよね。ペッペペッペペン。トトトトト。昔飼ってたと、あれ、コッコってあれのことなのかな。トワイライト、トワプリかなんかだっけ、あの飛ぶやつって。あれのことを言ってんのかな。何のこと言ってんだろう。いた。あら。あらあらあら。なに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 、怖い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 。お、君ダンジョン内の子たちじゃないんだね。たいなたいな。子供リンクやけど、ハイラルの盾じゃないからできないんだよ。違う、間違えた。盾出してどうする。盾じゃない、盾じゃない。ないね。あと、ルピーいらない。あ、やっぱこれさ、これさ、動かせるようになるかなんかだよね。知らんけど。なんだここ。あ、お粉も買っときゃよかったな。よよよよよよん。ポン、あ、久しぶり。やい小僧、よくも俺様の目覚めさせてくれたな。どうもありがとう。お礼をしてやる。覚悟してやがる。よろしいですか。じゃあ爆弾をもっと持てるようにしてやる。イヒヒヒヒ。よろしいですか。いいぞ。いいぞ。勘弁してくれって言ったらどうなるんだろうな。イヒヒヒ、ざまみやがれ。持てる数を増やして、増えてしまったぞ。じゃあ元気でね、また会おうぞ。バイバイ。やった、爆弾の量増えた、ありがてえ。ちゃ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 、爆弾の、うお、60個になった。すげえ、すっげえ、あいつすげえな。60個にもなったぞ。めっちゃええやつやん。わー、ちょ、なに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 。わー、なんもねえな、なんもねえな。あとこれか。そんな意味ないね、うん、新しいアイテムだな多分。あれどうにかせんといけんな。盾か、レベル2の盾だ多分。ちょ、そうだ多分。
多分レベル1じゃいけないっしょ。これ燃えちゃうんじゃないかな。燃えそうだからいいや。わざわざ帰るのめんどくさいし。あら、あー、こんなとこに帰ってきた。なるほど。ただいま、ただいま、めっちゃ帰ってきた。じゃあ次のところあれだな。そうだね、次のところ縦だね、多分ね。よいしょ。危ない。落ちる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 。ここだ。よいしょ。そうか、よくわかんないとこだ。そやそや、ここどう行くんだみたいな言ってたこととこだ。あ、そういうことか。こうか。で、こうか。あー、回復。なるほど、回復。まあそんな今いらんけど、まあ、回復ができるのはありがたいね。だよな、今回復したばっかりよ。で上がる。いった。倒れた。あ、すげえ。あ、かい、あー、まあ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 、やった。おお、出てきた。とはいえよ、私鍵持ってなくない？このところに鍵穴が。は、バードの鍵穴どこと書いてある。ははははは。ここだね、とりあえずダンジョンは。まあ、ここか、あとは。どこ穴開く？なあかんねえ。これドクロの顔みたい。あちゃ、下手くそ。操作が下手くそ。た。ああいうポコって穴開いてるとこ気になったりするけど、ここは多分物理的に無理かな。無理だね。え、これ落ちたら死ぬんじゃない？まあ、どうや、そうだよね。え、これどうやって戻る？あ、上から落ちてくんのか、これ。そういうことか。そういうことか。上から落ちてくるんだね。それしかないもんね、やり方ね、生き方はね。こうして落ちるとこある？あ、あったあったあった。
あー、落ちるとこに2択だ。もう一個何？あっち何？あ、あっち上がったところか。そっかそっか。じゃあいいんだ。まあ、ショートカットってだけだね。だいたい行ったね。どこじゃ？落ちる。どこここ？なんかない？潜ったらあるとか。ない？こういうところ、潜らないともうダメな気がしてきた。探索班、こういうとこもちゃんと潜らないともうダメな病気になっている。やばい。何？あった！ハートのかけら！あった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 。そうだよね。そうだよね。どこですか？ここ。あー、はい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 。マジか。ちょっと待って。鍵がないぞ。鍵がないぞ。スライダーか？あと行けてない、マップが埋まってないって言ったら、この奥のこのところと、スライダーだよね。スライダーか。スライダー行くか。どうやって行くんだっけ？スライダーの行き方覚えてないな。なんだっけ？芸術家？なんちゃって芸術家さんのところに行って、おお！あれ？ああ、マリンちゃん来ないかな。やっぱりあれだな。うんうん。マリンちゃん帰ったの？マリンちゃんおらんやん。空を飛ぶニワトリって知ってる？昔メイメの村にいたんだって。本当かな？空を飛ぶニワトリって何？ミーが有名な芸術家。人形、ああ、自信作です。実はのぞうは訳あり。この人変わらず。あれ？おばあちゃんいるやん。おいら有名、人参になる夢を見たんだ。ちょっと複雑な気持ちになっちゃったよ。ライトさんの話ですね。ヤッホー、おニューのほうき、なかなかいいよ。なんでこのとこで掃除してるの？おお、いないよ、こう、誰も。ここことかさ、潜れるとかある？そういうことはない。ああ、ないね。オイラたち動物がどうして喋れるのかって、なんでかな？オイラウサギだからわかんねえやん。オイラの夢、メイベの村にチェーン店を出すかと。はあ、そこは変わらずか。あれ帰った？そう、マジで？まあ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 、まあ、とりあえずまあまあまあいいよ。はいな。これで象まで来た。 OK。 人魚の鱗を、人魚の鱗をかけているところにはめ込んだ。あー、いったー。なんか攻撃食らったよ。やったー。なんとこれは不思議なメガネ、見落としレンズだ。今まで見えなかったあれやこれが見えるようになるぞ。デフォルト装備とかじゃないんだね。あ、デフォルト装備じゃないわ。装備品じゃないんだね。めっちゃ回復あるやん。これ優しい。わ、すげえ！すげえ！
これで終わりってこと？わらしべ。わらしべ終わり？マジで？マジで？わらしべ終わり？とかお変わりなく、お変わりなく、え、お変わりなく、え、わかんねえ、まあ、とりあえずフックショットゲットしたから一回帰ってみるか。ここここ忘れてた。あ、なんかワニじゃん、ワニか。そう、芸術家うんたらくんたらってあったじゃん。あれあれあれ、ちょっと喋りに行こう。マリーいなくね。まあいいや。な、何を見てるざんす？将棋も、もしや、見落としれずざんすね。てめえ、やめてー、ミーを見るのは。え、どういうこと？だからどうした？え、だからどうした？え、なにこれ？あ、見れるんや、こんな。なんもかけてないけど。え、何を書いてるかすら分からんけど、こんなん見れたんやな、むしろ。見落としレンズでなんか見れるとかない？ここ。この家。なんもないか。くそ。見落としレンズで何が見えるんやろ。歌は好きかな？看板の迷路に住んである。カエルの沼、看板の迷路ってなんだ？看板の迷路。はい？沼が教えとるよ。ちょっぴり根が張るから。ウルリラ。看板の迷路って何？沼。看板迷路って言ったかな。どこか分かった。ここだ、ここだ。看板迷路ってここだ。今たまたま来たけど、どこだっけ。これだ、これ。こっちに行くでしょ。下の方行きます。そうだ、ここ行けなかったんだよ。そうだ、ここ溺れる、違う、これだ。これがあるから行けなかったんだ。どれだ？これだ。よいしょ。あ、ちゃい。これの上だからここか。横の方へ進む。これだね。下の方へ進む。横の方へ進む。上の方へ進む。左の方へ進む。
お見事あ、出た。お見事、これでクリアです。ご褒美はあちら。お楽しみに。はいはい。よいしょ。あー、カエル。こんにちは。カエル。ゲロゲロ。あ、ムマーじゃなかった。マムーさんだった。ボーカルのマムーだ。ここらじゃ知らないやつ、ここらじゃ知らないやつはいね。俺っちのタンマーシーの歌を聴きたいのかい？ちっちっち、俺っちバンドは、うん？俺っちバンドは安い仕事。俺っちバンドか。俺っちバンドは安い仕事はお断りだぜ、ベビー。まあ、一曲300ルピーってとこだな。あ、全然ルピー余ってるんで。どうすんだ？払います。全然持ってってください。めっちゃ余ってるんで。上めっちゃ震えてる。大丈夫。上震えてる。大丈夫。上めっちゃ震えてる。上プルプルしてる上。画面の外がプルプルしてる。大丈夫かその曲。壊れへんか。まだ長いな。Thank you! ありがとうゲロ。あ、なんか増えた。カエルのソウルを覚えた。魂を揺さぶる歌だぜ。この音色で命のないものに魂を入れよう。ほう。この歌を歌や魂ビンビンだぜ、兄ちゃん。3曲へぇ。めっちゃ復活してるやん。魂のない人に入れる。はあ。魂のない人、魂。